つもご視聴ありがとうございます。おはこんにちは、おしんちゃんこと小草です。本日はうな丼と見せかけて、こちらのいくらを今からかけていこうと思います。いきます。うわー、ほら溢れちゃう。わあ、すごい。うなイクラなんです。うなぎが 2kg、イクラが 500g、ご飯が 2.5kg、そしてお味噌汁が 500g、総重量約 5.5kg のうなイクラ丼大食いです。家力やばい。うなイクラ丼、これはすごい。贅沢。はい、と早速じゃあ夢のようなひとときを過ごしていこうと思います。いただきます。まずわさびを添えたいくら丼なんで、いくら丼でもあるね。この辺にまあせっかくなんでうなぎとご飯だけどいただきます。ぎっしり、結構厚くてふっくらしてる。このタレがね、甘いんだけど、なんだろう、後味すっきりとしてて、お出汁も効いてるのかな。これも贅沢な食べ方。いくらだけ。あ、うなイクラ、これ一粒一粒がすごい濃厚。結構このいくらの味付けも結構だし感がしっかりあって、結構ね小粒なんですけど、一粒の中にぎっしりもおだしのうまみといくらの濃いうまみが詰まってる。次、いくらご飯です。いくらだけでも美味しいんですけど、やっぱりご飯と合わさることによっていくらの本領を発揮しますよね。いくらの濃いうまみをご飯がしっかり受け止めてくれてる。もうバッチリコシヒカリです。次、いよいよいくらうな丼。このコラボってあんまりお店でも見かけたことないよね。絶対合うと思うんですよ。贅沢なものに贅沢なものは絶対贅沢美味しい。まずこのいくらの濃厚な旨味が口の中ではじけて、このねうなぎのふっくらとした身の食感、そしてご飯がそれを受け止めてくれて、タレも合わさることによって、もう何とも言えない美味しさが口の中に広がる。こんな贅沢いいのか。やばすぎる。いくらのタレとうなぎのタレが合わさることによって、またちょっと何とも言えない美味しさが。これでこのわさびの香りがあることによってすごい爽やかにいただける。うなぎだけで食べちゃった。身の方は結構淡白だったんですけど、結構皮目の方はね脂ものってますね。うなぎの脂おいしい。うなぎは飲み物。うなぎといくらのうまみが合わさったこのうなのタレが染みたご飯、これだけで美味しい。あ、固まる。沈めのお出汁がすごいホッとする。いくらとしたら本当美味しいの。小骨とかも全然なくて飲める。こんなに贅沢にうなぎ食べることなかなかないよね。あまりない。京都の方かな、お店の中のうなぎの上にだし巻き卵丸ごと乗ったやつあるじゃないですか。あれ一回食べてみたいんですよね。甘いタレのかかったふっくらジューシーなうなぎにふわふわおだしたっぷりのだし巻き卵、このコラボ絶対やばいよね。食べてるのに喋ってた、お腹空いてきた。尻尾の方の脂の乗った感じもたまらないし、中央の方のね、ふっくらした感じもすごいんだよね。コーチつけがたい。うなぎのお弁当とかさ、買うときにさ、身の方を買うか尻尾の方を買うか、結構あれでも10分ぐらい平気でもらっちゃう。うなぎの定番ですね。山椒をこの辺でかけていこうと思います。で、ただの山椒だと面白くないんで、大友さん、鬼殺しのおなじみ大友さんの山椒七味。お、結構いい香りする。もう山椒の独特の爽やかなしびれっぽい香りに、なんか辛い香りが足されてる感じが。なんかしびから山椒してめっちゃうな丼に合う。うなぎのために発明されたんではないかなっていうぐらい、ごまとかケシの実とかいろいろな風味がすごい合わさってめっちゃいい。うな丼に山椒してるの最強。裏のせうなぎ。北海道の学校とかって給食にイカ飯とかが出るって聞いたことあるんですけど、静岡とかあっちの方の人ってうなぎ給食に出たりすることあるのかな、あります、静岡の小学校にタコで魚を売っていこうしたりだったら。有名なお店の完食です。半分ちょいあるかな。ということで、この辺で本日のおぐからはかんずり、新潟の有名辛味調味料なんですけど、皆さんご存知でしょうか。これがねまたうなぎに合うんですよ。これね、鍋物、焼肉、焼き鳥、焼き鳥とかに結構添えられてるから、漬物、湯豆腐、冷ややっこ、刺身、刺身にも合うって書いてありますよ。お吸い物の薬味にも合うなんて書いてあります。何でもいけるみたいな。かんずり、柚子胡椒に近い感じの味なんですよね。そこに麹の旨味とかも加わってて、特にね私は焼き魚に結構合わせるんですけど、焼き魚と合うから、うなぎとも結構合う。ふっくらしっくりしたのとすごい合う。ホッケとかにもね柚子胡椒合わせるとね、すごい最高なんですよ。ちなみに辛さは全然ね、ちょっと柚子胡椒に近いってさっき言った通りの感じなんで、辛さはね全然あんまりない感じです。もうちょっとで終わりだ。さあ最近さ、「フィルマーの料理」っていうさドラマにハマっててさ、あの中で出てくるお料理すごいどれも美味しそうだし、ああやってね作った側の人もいろいろも葛藤、あんなに試行錯誤して作ったお料理みたいな裏側を見るとね、多分食べてる側としてはね、もうすごい感慨深いものがあるんですよ。この中にもね、定理発見したよね。うなぎとイクラの美味しいの定理。うなイクラの五郎さん風に言うと、うなイクラのうなぎなのか、イクラなのか、うなイクラなのか、うん、うましみたいな違うかな。ごちそうさまでした。おばせやチャンネル。ああ、ないくらでの贅沢すぎてなんかもう幸せ疲れしちゃった。ああ、今日ぐっすり寝そう。皆さんもね、ぜひぜひないくら丼、他ではねなかなかお店とかでは食べられない組み合わせだと思うので、お家でぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。おりがね、意外と合うんですよ。騙されたと思ってやってみてください。ということでね、ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。うなぎ 2kg、 いくら 500g、ご飯が 2.5kg、 しじみのお味噌汁が 500g、 総重量 5.5kg の親子丼です。